ヨネチーが頑張ってますね。そうマジでやってきた。遠藤7時だろお前。4回目。時間守らんガキ。俺の動画の以前のと見比べてみるとめちゃくちゃでかくなった。こんな人間でかくなるよ。本当よ。でかっ。マジでかくなったよね。まあ、また自分の靴を自制して。え？そう。ありがたいやろ。テンション違うやろ。ネットつけてあげたやん。テンション違うやろマジで。あ長いしさ。なやお前つけてあげたに文句か。え、もう無理。いやいや頑張れ。いや外す。うん、あれ？ああだ。いいよ。お前も外すからな。別にチェック行く必要もないわ。行ったか。いや行ったね。じゃあ入れろ。そう入れて入れそこはないわ。そこはないっすよ。距離感おかしい。あれに。あれに。Thank you.
下がったり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 下がってあげるのがいい。そしたら重心でかないで。はい、OK、ナイス、ナイス、ナイス。エンド、エンド、エンド、エンド。エンド行こう、エンド。え、いいんすか、結局自分で決めたらチームプレーじゃないっすよ。いや、いいんだ。パス一回回してないし。あ。いや、お前の力じゃないな、エンド。7、5? 7、え、5? こんなもんすけどね。はい、それ決めたら勝ちよ。何段階なんで貯めたの、なんで貯めた、結局チキンのんですよ、こいつ。なんで貯めた、大事なところで。で、煽ったら打つんですよ。で、あいや。一回パスパスのそこまで来たら打っちゃうよ。あいとったらですね。動け、動け、動け。とりあえず動く。できる、ここでいい。あーべー。え、決めろよ。どうだ、あれだ。いやいやいや。いや、エッド触った。いや、ほんま、マジで。プレッシャー、プレッシャー、プレッシャー、プレッシャー。おい、ハハハ。エッド、スリー。開いとる、開いとる、開いとる。ちょ、一回でも戻って、一回戻って。戻って。結局、4年中しか決まらない。66。え、6プラン抜いたれ、じゃあ抜いたれ、抜いたれ。いや、結局4年時代だよな、このチーム。抜いたれ、抜いたれ。遠藤は、まあ、足手渡りでしかないよ。いや、そう、パスだよ。抜け、抜け。やばかったらパス。てか、それはね、お前、ペアそっちの方が高いんだよ。うん。あかん。あ、ダメダメダメ。いいやつ、たぶんまた抜かれてるやつやいや、やっちゃえ、やっちゃえ、来いよ、やっちゃえ、やっちゃえ、なんか、その負けかけた時に逃げんのよくないか、とりあえず、もう、諦めんなよ。なんか、エンド煽ったらこうなるんですよ、なんかいじけるっていうか。そう、一回いいんすか、いいんすか、これやっていいんすよ。さすがになんか、申し訳ないな。まあ、エンド勝て、つけ、プレッシャーつけ、プレッシャーかけろ。さあ、やっぱ4年生ネットつけてくれたから、もうで感謝するから、企画のためにちょっとボコでは。あれあれいいからいじけんな、いじけんな。仲いいやん、ほんとは。エンド、じゃあ7なんかエンド本当に切れたやから。切れた？俺だって寝たやん。切れたんか。切れたじゃん。待て、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 兄弟喧嘩すんの。エンドごめんて。はい、エンド。こっちでしょ。いや、仲直でしょ。ごめんて。ちょ、3点待ちしよう。なんで、なんで。何、何。エンド、おいで。え、だってさ、最初に煽ってきたエンドじゃない？いいよ、いいよ。じゃあエンド俺とワンワンしよう。なんでやねん。お前ブラス、ブラスね。お前ゴール、あ、落ちた、いい感じやん。正直、部活とかじゃない。え、でもバレンタインもらったん。まだね、去年はもらった。誰かもらったん。タコの女の子から。え、マジ。いいじゃん。ほんま、かわいい、かわいい、かわいい、かわいかった。まあ、教えません。え、教えない。正直あり。教えない、教えない、教えない。マジ。え、タコってどこで。君の男と、うん、え、で、俺の、うん、トム中と、うん、トムの主人公、主人公大泉中。お、え、すごい、もうやるやん。え、タコ、タコ、え、来たっけ。うん、ってことだよ、2つ、本命。知らん、知らん、知らん。めっちゃモテるやんけ、やば。知らん、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 もん。え、え、違ったの。申し訳ません。え、一回リオに行ったらさ、マジ勝ち見られた。え、え、違ったの。現在進行で。え、本当？え、すごい。え、マジ？言っちゃえるやん。ちょっとやばいっすこいつ。やってますわ。え、ダメっすよ。え、で、エンド。ん？え、え、現在進行形。イエス。え、え、クリスマス遊んだん？遊んでない、絶対。あ、そうなの。え、付き合ったの？付き合ったっていうか、まあ
付き合ったの。お前そんな顔付き合ったやっぱ。え、頭部の呼吸、大泉家。え、ちゃいちゃいちゃい。同じの。あ、え、お前、え、え。あ、去年は頭部と大泉で、今は新庄なんだ。へぇ。意外とモテるか。すげぇな。手信じちゃったらね、モテるね、あれないよ。え、なんつった、なんつった。手信じちゃったらいいよ。そうなんだ。低身長の特権ってやつがあんよ。低身長はモテるん？やっぱり。うん。へぇ。モテねえやつもゲロ。低身長がコツなんだね。らしいっすわ。やっぱ遠藤的恋愛っていうか、低身長ってとこにポイントがあるし。そもそも、中学生だったら伸びたから。俺入学した時141やから、そっから20伸びて。20って言っても。遠藤じゃあどこまでやったの？え、今何ヶ月け？そのこと。お前は俺を弱者とバカにすぎとるから、とりあえず野球で勝負という意味わかんねえ。とたくさん打った方が勝ちね。いいよ。じゃあ100キロでちょうどいいわ。100キロしね。でしょ。これ見えんの？俺そっちかと。おや。100キロやで、100キロ。あかん。俺の勝ちかこれは。お。はいはいはい。あの自信満々に言っとったあれがこれか。おや。煽っていきます。俺もこうなっちゃうかな。久々だとこうか。いやおや高い？高さは自分で調整だぞ。これはフライですね。バスケやると野球打てなくなるからな、マジで。おやおやおや、スイッチヒッターだったようですね、遠藤さん。ただしどっちも当たらない。まだ1回も当たっていない。フライじゃん。ちょっと待って待って。ジョーダンを背中に背負っとるから。やはりジョーダンは野球が下手だったということが。まだ満杯だ。ああ、フライだ。ちゃんと出て。まだ余裕見つけたの。ちゃんと映ってるよ。ファール。うわー、キモ。ホームランホームランは？もうその時点の俺もう無理や。おー、もうちょい上や。あ、それをもうちょい真ん中へ。上だね。終わった。やっと終わった。はい、おいの勝ちでーす。